空港,二空,港二空港第2ビル駅空港第2ビル駅空港第2ビル駅成田エアポートターミナル2.3ステーションは千葉県成田小込みにある東日本旅客鉄道 JR 東日本京成電鉄の駅である旧成田空港駅である東成田駅とは地下通路で連絡している成田国際空港成田空港へのアクセス駅の一つで 成田空港を第二ターミナルに直結している。2015年4月8日に供用開始となった成田空港第三ターミナルの最寄り駅でもあり、英語、中国語、韓国語での駅名表記については両ターミナルを併記する形になっている。なお、第三ターミナルの供用開始前の英語表記はエアポートターミナル2であり、現在も一部の案内でこちらの表記が使われる場合もある。 当駅には JR 東日本の成田線、空港支線と京成電鉄の本線並びに成田空港線、成田スカイアクセス線が乗り入れている。ただし JR、京成とも線路を保有しない第二種鉄道事業者であり、線路を保有している第三種鉄道事業者は成田空港高速鉄道である。成田線、空港支線の駅番号は助十六。 京成本線、成田空港線、成田スカイアクセス線の駅番号は共に KS41 である。JR の駅では唯一、アラビア数字が使われている駅名であり、また、JR 以外の鉄道駅としても駅名に、アラビア数字が使われている数少ない鉄道駅でも、ある、通常、駅名には、関数字が使用される。第ターミナルと第ターミナルへは、 無料連絡バスが運行されている。また、第3ターミナルとは連絡通路でつながっている。JR 東日本の駅は、成田空港駅が管理しビュートラベルサービスが、駅業務を受託する業務委託駅で緑の窓口が設置されている。京成電鉄は当駅が、駅長配置駅で、成田空港駅、東成田駅、成田床川駅を管理下に置く。 大手私鉄では、最も東に位置する駅である。現行の京成成田駅小前の信号場空港、第二ビル駅成田空港駅間は、空港開港前は京成、新空港線として、京成電鉄の路線として計画された区間である。成田空港、第二ターミナルの地下1階にある、地下駅で、JR 東日本の単式ホーム1面1線と、 京成電鉄の島式ホーム一面二線を備える。もともと当駅を含めた周辺区間は成田新幹線の施設として複線で建設さたが同線の建設が白紙になった後に両社で半分ずつ使用している。そのため開業時には相対式ホーム二面二線を一面一線ずつ使用し線路も両社とも単線で上り列車と降り列車が 同一ホームに発着ていたが、2009年11月14日に、京成電鉄が使用しているホームが完了され、島式化に合わせて、上りホームが新たに増設され、従来のホームは下り線となり、現在京成側は、上り列車と下り列車の走行線路が分離されている。なお、ホーム拡張前の京成本線の線路は、京成成田方で複線から単線に変わるために、 安全側線が設置されていたが、これを延長、接続する形で上り線を増設したため、島式化と同時に当駅と京成成田間の線路が完全に複線化された。セキュリティエリア外にある JR コンコースにはジャパンレールパスの引き換えや、訪日外国人向けの旅行サービスを提供する JR 東日本訪日旅行センターが設置されている運営は、 JR 東日本グルーのビュートラベルサービス。また、京成コンコースにも同じく訪日外国人向けの旅行サービスを提供するスカイライナー京成インフォメーションセンターが設置されている。空港建設時の経緯により、2015年、平成27年3月30日まで、成田国際空港で実施されていた検問に対応するため、改札は、 入り口と出口とに分離されている。改札入り口は通常通りであるが、京成線の改札出口の先に、セキュリティエリアと呼ばれる空港の検問所があり、かつてはここでパスポートなどの身分証明書の提示を求められるとともに、手荷物検査が行われていた。JR 線からは、一旦京成の構内を通って、セキュリティエリアに行くことになるため、JR 線の乗車券は、 JR 東日本の改札出口では回収されず、京成の改札出口で回収される。スイカ及び総合利用可能な乗車カードで JR 線を乗車した場合は、JR 東日本の自動改札機にタッチした後、京成側の自動改札機にもタッチして、セキュリティエリアに向かっていた。なお、当駅で JR と京成を乗り継ぐ場合は、セキュリティエリアを通らず、乗り換えが可能であった。 当駅と京成東、成田線芝山鉄道線の東成田駅の間は、長さ約500メートルの地下連絡通路で結ばれており、連絡通路を経由して同駅へ行く場合には、セキュリティエリアを通過しない。逆に、定期券以外で、同駅から連絡通路を経由して、当駅から乗車する場合にも、セキュリティエリアを通ることなく、ホームに入場できるようになっていった。なお、 旅客ターミナルから東成田駅へ徒歩で向かう場合、通常のセキュリティエリアの動線と逆方向に進むことになるが、当駅、セキュリティエリアの警備員に東成田駅に行きたいということ伝えれば行くことができた。この場合、身分証明書は不要であった。なお、成田国際空港側では、検問に代わる機械警備の強化を目的に2013年、 平成25年から監視カメラの増設と危険物探知装置を設置し、当駅で実証実験を行っていた。そして2015年平成27年3月30日正午をもって開港以来実施してきた検問を終了し、ようやくノンストップゲート化を果たした。これにより JR 東日本側の降車客が京成側を経由して、 セキュリティエリアへ出る必要がなくなったため、JR 東日本入場改札付近を拡幅して、出口改札も設ける工事を2019年度中に実施するとを発表。これにより、JR 東日本側から、京成側に移る改札口が閉鎖となり、セキュリティエリアへ出場するのは、京成側の降車客のみとなる。成田空港線、成田スカイアクセス線の開業に合わせ、 当駅では、京成側のホームが2009年11月14日より、島式化され、上り専用ホームが新設されている。工事の概要としては、京成線のホーム外側に、新たな区体を建設し、そこに一線通すことで一面二線の島式ホームに、改良し、運行上下で分けることができるようにした。この工事部分の地上には、第二旅客ターミナルビル到着前の、 第3レーンがあり、季節の共同工があるため、まずこれを移設する必要があった。移設が完了した後に古い共同工を撤去し、新しい区体を建設した。区体工事は、成田国際空港株式会社が担当し、その後、成田高速鉄道アクセス株式会社が、区体の内部にレールを付設し、信号機器やエスカレーターエレベーターなどの諸施設を整備した。なお、 改修工事完成後は、成田方面から当駅までの京成本線が複線になったが、成田空港方面の線路は単線のままである。成田スカイアクセス線の開業により、当駅京成高砂駅間のルートが二通りとなったが、二つのルートは運賃が異なるので、ルートの特定と運賃の算定を行うためと5条を防ぐ観点から、当駅のホームを京成本線専用ホーム。 上の方、3.4番線ホームとなりたスカイアクセス線専用ホーム、成田空港方、1.2番線ホームに分け、京成本線コンコースに中間改札が設置されている。前日の通り、京成3番線ホームは6両しか有効長がないため、8両編成のうち後2両が、成田スカイアクセス線専用ホームにかかる。当駅に乗り入れる各車局の車両には、 ドアカットの装備は行われておず、ドアは通常通り開閉される。それにより、京成本線経由の乗車券を購入した乗客が誤って電車を降り、その後で成田スカイアクセス線経由に乗る、もしくは成田スカイアクセス線経由の乗車券を購入し、京成本線経由の電車に誤乗することが物理的に可能になってしまった。京成では注意喚起として一番線ホームの 該当する乗車口に LED 式乗車案内を頭上に設置し、本線経由の列車が到着すると、日本語と英語により、この電車は経路が異なるためご乗車できません。A. Do to r o u t difference.Distrain cannot be boarded という注意書きが表示される。他にも壁面には4カ国語、日、A. 中、韓で注意書きが書かれている。なお、当駅には、 ホームドアを設置することが発表されており、下り線は2019年2月23日より、上り線は同年3月17日よりそれぞれ使用を開始した。ただし、3番線ホーム発着時、1番線ホーム側にかかる部分のホームドアも開閉してしまうため、前日の5条の解決には至っていない。また、成田空港駅についても、引き続き、 ホームドアを整備することを検討している。2006年6月2日に成田空港の第1ターミナルビルが拡張され、それまで第2ターミナルを使用していた全日本空輸を中心としたスターアライアンス加盟航空会社の一部などが移転した影響で当駅の同年度の乗降人員は JR 東日本、京成とも減少した。近年の1日平均乗降人員の推移は 課表の通りである JR は除く。開業以後の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。